きいちゃん、みなさん、ケミオイオ。それ、ケミオで、それ。ケミオじゃないでしょ。J-A-I。ボーン。はい、ケミオくんに感化されてる、ジェイミーでーす。今日は、なんと、ギリギリ、ようやく、お家が決まりました！イエーイ！新しいお家です。いかがですか？うん。どんな感じですか？このお家が一番好き！一番好きですか？うん、yeah! はい、ストップ、ストップ、はい、I know you're excited. So, yes! そう、なので、ルームツアーをしまーす！奇跡的に私が勝ち取れたこのお部屋、入る前にルームツアーをしたいと思います。見てください、ヒュージキッチン、イエーイすごいですよね、こんな大きいキッチン。ちょっとディッシュウォッシャーがない、やっぱり安いからディッシュウォッシャーもないんですけど、ちょっとだけ古い、若干ね。そう、かけてるし、かけてないのか、色がついてる。はい、そしてこの大きいリビングルーム、すごいですよね。この広さなかなかない。しかもベランダ付き。今ベランダ事故日本ですごい発生してるっていうんで、ちょっと私もすごい気をつけていきたいと思います。はい、そしてこれがお手洗い、洗面所、日本でいう洗面所。そしてここがワンベッドルーム。なんかここないんですよね、ライトが。自分でライト買ってこなきゃダメ。でもここはこんな感じです。でここにも収納の棚があるっていう、すっごいここ収納 いっぱいあるんですよね、このこちらお部屋の中には。そうで、こっちがトイレと、はい、こんな感じですね。一応口がいるよね。はい、でこっちとかももうちょっとずつ入れてるんですけど、収納あったりとか、はい、ちょっとスペースはねガラーンとある感じなんで、さあどんな風にやるか今考え中です。これから頑張って荷物運びをしていきたいと思います。こんな感じで素敵なアパートに引っ越すことができました。もうね、ほんと4ヶ月間冗談抜きで、もう娘を巻き添えにしてかわいそうだったんですけども、もう本当にずーっとずーっとずーっとこの物件のこの厳しい状況の中、もうアプライし続けたり見に行ったりとか、もうそういうことをやってて、本当に大変でした。でも無事新しいお家が決まって何よりだと思います。皆さん気になるお値段、まあ私のね引っ越したエリアは分かりやすく言うとサンタモニカのちょっと内陸側、うん、のところ、うん、が一番正しいかな。ウェストサイドって言うんですけど、まあ簡単に、すごくは簡単に言ってしまえばそういう感じですね。空港とサンタモニカの間ぐらいでイメージしてもらえれば分かりやすいのかと思います。お値段、なんとワンベッドルーム約$2,000、分かります？$2,000、多分日本円に23万ぐらい。やめてよ、もうこの値段絶対みんな中に無理って言われました。本当ね、そんな値段絶対無理だから今ないからみたいな、もうポコッと言われたんですけど、頑張りましたよ、本当に。やりました。$2,000、約$2,000、超えないっていうのが私のゴールだったんで決めました。イエーイ、本当でね。スクエアフィートも分かりにくい、日本で言うと何畳になるんでしょうけど、分かりにくいと思うんですけど、850スクエアフィートぐらいある大きいお部屋に運よく巡り合えたので、もう本当これもご縁だと思って、まあもうちょっと新しい生活楽しみですが、
実は私そして1年間ね帰ってなかったんで、近いうちに日本に帰ります。イエーイ。そう、また日本のねコロナのそのPCR テストはもうなくなったんですけど、ワクチンを私は打っているので、そのそういう模様とかその分かる範囲で皆さんに経験談をシェアできたらなと思います。それではみんな心配してくれてありがとう。ケミヤくん、ルームメイトに今回なれなかったけどいつかなろうね。バイ。みんなよく頑張ったと思ったらいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。バイバイ。